皆様こんばんは。面白いこと大好き、遊び心たくさんのピアノ教室でござんす。泳げたいやきくんから山本リンダで、今日はさようなら。もくれぐれも熱中症予防、水分を多くとり、量をとる、こともお忘れなく。当ピアノ教室はなんと カスタネットタンブル、マラカス、鈴もタン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 、楽しくリズムを言葉をつけて覚えていきます。おかげさまでピアノは楽しいな。先生の弾く伴奏に合わせて上手にメロディーを弾いてくれる先生との連弾、リズムアンサンブルも取り入れて、楽しいな、ワクワクする気持ち、好奇心や興味というのはとっても大切です。
子どもたちの興味や好奇心をしっかりお答えできる、ニーズにお答えできる、多彩な音楽理論から楽しいピアノアレンジから各種コンクールへの参加ももちろん可能でございます。テンションコードの活用方法、後ろ向きで猫踏んじゃったも弾ける、楽譜がなくても感覚でどんどん弾けるようになるんです。それでは明日も乞うご期待くださいな。ななぎた文句の先っぴにロダンの考える人、なんかやってほしいわ。あら誰か来たわね。なんでもお答えいたします。だるまさんが転んだ。子供たちはとっても楽しいことが大好きなんです。最初はグーじゃんけんぽんパイナッツプッ、最初はグーじゃんけんぽんチヨコミッド、最初はグーじゃんけんぽんグーピーコなどと、ゲーム感覚で楽しく学ぶことも大切になってきます。あら、コバエが入ってきたけど、コバエもみんな苦手な子がいますが、全然クモも液中です。ただ、危険生物には気をつけましょうね。ミドリガメは外来種。なるべくアレルギーを起こさないように、お子様の安全にも気を配っております。しっかりサポートいたしておりますので、どうぞご安心くださいませ。それでは。